チップ3枚で十分。オールオアナッシングだ。調和セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎えている。さらにファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちがこの場所でひしめき合っている。ホテルの警備は厳戒態勢で、少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われても、こちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。請求列車の諸君、あまり彼女を困らせないように。僕はアベンチュリン、カンパニーの戦略投資部所属、ダイヤモンドの下で不良資産の清算を担当してる専門家さ。今回は時計屋の招待を受けてきたんだ。ああ、それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。僕の聞き間違いかな。便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど。もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するか、わかるかい？それは面白い。それで、その友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？構わないよ。でも、ナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せば、その節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい？でも、後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達。そう。友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。これからの僕のピノコニーの旅は、君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの男性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。噂をすればなんとやら、誰かと思ったらピノコニーで最もハンサムな男、サンデー。それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。いや、大丈夫かい？さっきのはただの冗談だから、どうか気を悪くしないでくれ。失礼を謝罪しよう。ほら、1万信用ポイント、僕たちの出会いの記念にお詫びとして受け取ってくれ。まっすぐな性格なんだね。気に入った。君を友達として認めよう。ほら、2万信用ポイントだ。さて、僕は用事があるから先に行くけど、きっとまた近いうちに会えると思うよ。また会うなんて本当に奇遇だね。そう身構えないで。僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。ここ、今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよ、マイフレンド。いや、僕は自分の部屋を君に譲っただけだよ。ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちが、ホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う？ここに泊まれるのはどういう人たちか、よく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで、君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。だからほら、座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違うかい？賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。
はっきりとは言えないけど、わかるだろ？僕の目的は単純明快。カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう。このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい？あるいは、それから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか、思ったことはないかい？誰もが恐れ渇望する力が、君の手の中にある。性格くん。そうだろ？今知ったんだよ。考える時間も欲しいだろうから、今すぐ答える必要はないよ。木が熟したら、また僕の方から君に会いに来よう。もちろん、君も仲間と相談しようが、逆に僕を利用しようが構わない。なんだろうと歓迎する。それも、君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。言っただろう？今すぐ答える必要はないって。だって、どうなろうと、結果は変わらないからね。ああ、そうだ。出て行く前にゲームをしよう。何？お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ、答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら、ゲームは、もう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい。は？君の部屋？おー。うん。すごいなあ。ピノコニーに来て間もないのに、もう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていて、よからぬことを考えてる奴も多いから、十分に気をつけた方がいいってね。例えば、ドアを閉め忘れないようにする、とか。じゃあ、僕はこれで失礼するよ、お兄さん。楽しい時間を過ごせますように。レイシオ、どうしたんだい？そんなしけた顔して。あれ？君のかっこいい石膏刀は？問題？君までそんな風に言うのかい？僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして誰も信じてくれないのかな？ああ、あの灰色のスーツを着た奴に全部取り上げられちゃってね。祝い金も、奇跡を入れてたケースも。おや？どこに行くんだい？たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。亡くなったから何だって言うんだ。へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。安心して教授。方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ、断るごとに対立している。もしかすると、ピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい？あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど、彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。ま、どうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。なら、君は僕を信用するかい？つまり、君も僕を信用していない。それなら構わないだろう。
あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデンオブリコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイトギャングは望み薄かな。準備の騎士団は招待に応じるかどうかわからない。パブの連中は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君、ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。あれ？いない。そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ、どうやら自分でやるしかないみたいだ。正確には45分だね。楽しい時間はいつもあっという間に過ぎるもの。そうだろ？もっとヒントが欲しいのかい？例えば、僕がエビキン人とか。いや、その必要はないよ。薄暗い場所は僕の気質と合わないからね。やっぱりこの美しき夢の方が僕に合ってる。軽薄で見栄っ張りで見かけ倒しでそれに雨が降らない。僕の服はとってもデリケートだから雨風には耐えられないんだ。へえ、その言葉は本当かな？君はカンパニーの人間と友達になったことがないのかい？ぐっしゃ。この宴に招待された時から君に選択の余地はない。早く誰につくか決めて何も失わないようにした方がいいよ。チップにすることの何が悪いんだい？ギャンブルのテーブルではチップだけが損したりしない。ガーデンオブリコレクションも請求列車の人たちもそれをよくわかってる。彼らは賢いからね。ありがとう。口の聞けない人を仲間にする。肝に銘じておくよ。本当に面倒だな。どうやらまたファミリーに会わないといけないみたいだ。素晴らしいショーを見せてもらったよ。お疲れ様、メモキーパー。なかなかいいおびき寄せ作戦だったね。レンジャーとハンターが一緒にいるのを見た時はさすがの僕も心臓が縮んだけど、まさか君が彼らを戦わせることに成功するとは思わなかったよ。我らが七死人の友人はまだ状況が把握できていないらしい。でも大丈夫、ちゃんと説明してあげるから。簡単にまとめると、君はこのお姉さんに感謝した方がいい。彼女は君を騙そうとしたわけじゃなく、むしろ君のことを救ったんだ。その巡回レンジャーの手からね。いいね、そういう驚いた表情、僕大好きなんだよね。ぶっちゃけて言うけど、このヨミって女は君が思ってるほど単純じゃない。自分は巡回レンジャーだって言ってたみたいだけど、彼女は司令の一人、死と終局をもたらすものだ。あの場？あの場って、ああ、まさか。ああ、神よ。これは面白くなってきたぞ。カンパニーの資料をあげよう。君は、名家対抗、トフェとのアフリートを知ってるかい？全然印象に残ってないみたいだね。所詮は、アナイア・レイトギャング。その程度ってことか。それじゃ、僕が説明してあげよう。名家対抗はトフェトから来たエンマで、元素生命体の一種だ。そして、その羊はある天才と少々関係があると言われている。仲間と栄華艦艇を結成した彼は、ナヌークを主とみなしているんだけど、実際にはその対抗の指導を受けて四方を焼き、略奪を行い、壊滅の意志を実践してる。
他のアナイアレイトギャングすら彼らが見逃すことはない。ファミリーのおつむに何か問題があったのか、誰かが手を加えたのかはわからないけど、なぜかそいつらにも招待状が届いてしまったんだ。もちろん陛下官邸は断ることなく押し寄せてきた。宴の星を火の海にすると誓ってね。でも心配する必要はないよ。彼らは約束の場所には来ないから。なぜだかわかるかい？それはね、アフリートが死んだからさ。彼らは約束の場所に向かう途中で全滅した。犯人は神業とも言うべき手口でアフリートを惨殺。アナイアレイトギャングが受け取った招待状を奪ったんだ。陛下官邸も崩壊してバラバラになった。その後ピノコニーに到着した謎の巡回レンジャーはオルゴールを頼りにホテルにチェックインしたというわけさ。まだ話を続ける必要はあるかい、マイフレンド？巡回レンジャーは神出鬼没で、お互いの交流も乏しい。隠れ蓑としては最高だ。彼女が口を割らない限り、証拠はゼロだ。カンパニーなら追跡調査する方法もあるけど、時間がかかる。だから、君が選んでくれ。今すぐ振り返ることなくここを離れて、真実に近づくチャンスを永遠に放棄するか。あるいは、僕の誘いを受け入れ、ピノコニーをひっくり返せるほどの真実を知るか。僕には君の助けが必要だから返事は待つけど、あまり長くは待てない。準備ができたら、ついてきてくれ。僕に協力するかどうかについては、その真実を見てから決めても、遅くはないと思うけどね。いいね。君ならきっと来ると思ってたんだ。そうだ、あのメモキーパーは…まあいっか、多くは聞かないでおこう。何しろ僕が言ったんだから、仲間と相談しようが逆に僕を利用しようが構わないって。なんだって大歓迎さ。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。さあ、こっちだ。ああ、そうそう。あの後何か言ったような気がするんだけど、何だったっけ。ああ、見覚えのある廊下に見覚えのある部屋。覚えてるかい？僕たちが最後に会ったのは、この場所だった。さあ、着いたよ。このドアの向こうだ。息を殺して、目を凝らして待とう。なあ、やっと思い出した。あの後、僕たちは楽しいゲームをしたんだった。ほら、今ちょうどあの時と同じ時間。そうだろう？完全に思い出した。あの時、僕は君に、こう言ったんだ。ほら、ゲームはもう始まっている。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。